夕まずめタイムです。1時間1本勝負で持ってきたのがスクーパーとベロディ、これだけでちょっと最後釣れたらいいなと思います。頑張ります。最後来たのはのぞみ子ですね。ここなんかラージとスモールどっちもいるみたいで、遊漁券を買ってねペイペイで買えるのでね、すごいいい感じ、雰囲気が最高です。だってね、芝もね割といいんですよ。ラスト1時間のぞみっこ、ラージとスモール1本ずつ釣れたらいいな。なんかちっちゃいのはね見えたんですよさっき、でボイルもしてたからワンチャンあるかなみたいな。頑張ります。まずはベロディ、なんか浅そうだな。わあ、なんだあれ。あ、何あれ。なんかちっちゃい魚がいっぱいいる。意外と水深がある。なんかこっち良さそうじゃん、良さげじゃん。見えない、めっちゃ水きれい。なんか50アップがいるらしいよ、ここラージの。釣れたらびっくりなんだけど、ノーチェイス、ギルモ。もうね、リグは迷いたくなかったので、もうこれだけしか持ってきてないです。迷うとわけわかんなくなるんで。今日はね、野尻湖に行ってきたんですけど、もう全然ダメで、何もつかめず、バスボートも借りたのに、何もつかめず、このベロディで1本30ぐらいのかけて、ちょっとドラグ緩くてバラしたので、終わっちゃったんでね、ちょっとボツにしました。その帰りにのぞみ湖に寄ってます。いやー、釣れたらいいけどな。きつかったな。
しのじりこ。これかな。と今何グラムだっけ。3.5 かな。ちょっと 3.5 じゃないかな。ちょっと表層気味を巻いてみよう。早めに。バス釣りむずマジいないな。見えない何も。ということでスクパさん、スクパさん、スクパさん、スクーパーさんの使い方これで合ってんのかな。ちょんちょこちょんちょこちょん。お腹すいた。ちょうちんとかしたら出てきたりしない。ちょうちんお好きじゃない。このスクーパーの足がいい感じにビュービューしてるけどね。あんまりお好きじゃない。ギルすら食いに来んな。スクーパーさん一旦もう一段階。お、いいじゃん。すごい勢い勢い。来た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 。一匹来た。でかいの来た。見てる。行かないで。あーすげードキドキした。今来るんじゃないかと思った。来た。岸際ちょうちんあれですね。岸際ちょうちん、私もスクーパーさんが見える。高めの提灯。どこ行った。やったー、ちょうちんフィッシュー。スクーパーさん、スクーパーさん、
ンさんで釣れました。やった。うわ、めっちゃ危、最悪。釣れたのにめっちゃ危ん刺されてた。ということで、なんとか1本釣ることができたんですけど、アブに食われたのでプラマイゼロです。いや、よかった。ちょっと皆さんもアブには気をつけましょうね。めっちゃ痒いんだけど、最悪。ちゃんとした装備で来ないとこうなるね。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあのー。